ロングブリッジ駅に停車した323系。バーミンガムニュースストリート駅方面へ向かう直前。ロングブリッジ駅はイングランド中部バーミンガムの南西高ロングブリッジにある鉄道駅。クロス式線の駅であり、この駅とここに停車するすべての電車は、ウェストミッドランズトレーンズによって運営されている。運賃ゾーンは4に属する。テッサルレーンに面した。 現在のロングブリッジ駅は、ウェストミッドランズ旅客輸送局による、クロスシティ線計画の一環として、総額30万ポンドをかけて1978年に建設されたものである。以前に、現在の駅の近くに存在していた同盟の駅は、オールドヒル駅へ向かう支線であった、ヘールズ応援鉄道上にあった。旧駅は、現在はこの付近のクロスシティ線の軌道となっている。 当時のバーミンガムグロスター鉄道本線から現在の駅の南方100メートル余りにあるジャンクションを経てすぐ先に設けられていた。旧駅はヘールズ応援鉄道の歴史の中では最も遅く開業した駅であり、1915年にもっぱらオースチンの自動車工場への通勤者の利用を考慮して新設された。ヘールズ応援鉄道はこの区間の旅客列車の 定期運行を1919 19年に止めてしまったが、旧駅とバーミンガムニューストリート駅を結ぶ通勤専用列車は1960年1月1日に廃止されるまで運行が継続された。その後、旧駅を含む区間のヘールズ応援鉄道は1964年に廃止された。旧駅の廃止後14年を経て1978年に 新たに整備されたクロスシティ線の駅の一つとして旧バーミンガムグロスター鉄道本線上に現在の駅が設けられた。その後、1993年にはロングブリッジ駅を含む区間の電化が完了した。ロングブリッジ地区改良の全体計画の一部としてロングブリッジ駅は近い将来に再開発される可能性があるが確定的な計画は固まっておらず、 様々な提言がなされている。この地域を管轄する旅客郵送局であるウェストミッドランズ交通局はロングブリッジ駅付近に立体駐車場の建物などパークライド関連施設を設ける提案を何度かしているが住民からの強い要望があるにもかかわらず具体的な整備は進んでいない。平日土曜日の日中はロングブリッジ バーミンガムニューストリート間は10分間隔で電車が運行されており、南側はレディッチ駅とブロムスグローブ駅、北側はバーミンガムニューストリート駅を経由して、フォーオークス駅、リッチフィールドシティ駅、リッチフィールドトレントバレー駅の3駅が奇襲点となっている。日曜日には電車は30分間隔でレディッチ、リッチフィールド間を往復している。 現在運用されている電車は323型である。ありがとうございます。